森田さんの本読んで、ドイツがカウンター嫌がるだろうなっていう話と、森田さんはキミヒよりもムシヤラとかターンできる選手の方が怖いみたいな。で、そのドイツの試合見て、ズーレとリュディガーのビルドアップはそんなに良くないからみたいな。アンカー押さえて持たしていいみたいな。これレオザフットボール言ったら荒れるんでしょうね。ズーレのビルドアップ悪くねえだろうみたいなね。運動も組んでとかのこと言ってんだみたいな感じじゃない <laughs> そう。僕心配というかしてるのが、日本はそのまま戦術の幅広がねえじゃん。だから、あのこの本に書いてあることがね。もう日本は森田さんが ワーク作ってそこから選手がプレスの書き方を選手たちで決めると。で、こっからは、あの森田さんは、その相手がやり方変えてきた時の対応にまだ難があるから、そこを選手たちで話し合って、1週間で詰めなきゃみたいな。1週間あるから大丈夫って言ってたんですよ。で、なんだけど、それってさ、き、まあ、今日質問することでもあるんだけど、アメリカとかさ、途中で3バックしてきたりとか、可変で3になるチームとかあるじゃん。スペインだったらね、中盤降りてったりして、そこ変わるから、クロスロールしたりとか、ペドリーが降りてって、アルバーがあったりとかして。で、そこに対してさ、選手に前からプレスかけようってうの言ってるけど、 プレスのかけ方を選手が決めてると最初はかかるんだけど相手がそのプレスのかけ方を見て変えてきた時に共通認識がさ1個目しかないから2個目の時に対応が後手後手に絶対回るんだよねそうだからこうなったらこうこうなったらこうって複数のパターンを選手だけで組み切れないしそれって選手交代した瞬間終わんのよ分かってない人が1人入っちゃうことになるから。 で、ドイツに関しては、ハンジグリックってめっちゃ戦術大事にするじゃないですか。バエルンでも小鉢から変わってやり方変えたし、2種類のコースカットプレス使ったプレスとさ、普通に間押さえて動作出しく2種類使ったやくらいだから。てなると僕は、ドイツとかは、むしろ本大会前に本気の戦術使ってないというか、まだ引き出し残してんじゃないかって思うんですよね、ドイツとかスペインは。で、日本はそんなのがないから、てなるとそこの伸び率というか、本気のドイツ、その、あれだよ、頑張ってないとかじゃなくて、使ってない引き出し開けてきたドイツに対して、大丈夫かな みたいな本読んでより一層心配になりましたね。でもなんか本当、とか森田選手だったり、南の伊東純也とか、まあ、その時出出た選手に、まあ、大阪の話してましたけど、大阪がアンカー切って、両ウィングがリバプール式で、中央に追い込んでいく形にしてみたいにしたって、で今度4、2、3、1になるから、多分、4、2、3、1で相手の4バックのビルドアップに対して。 一旦ボランチ切ったところからどっちかやってみたいな、ツートップでやってみたいなするけど、それをアメリカ戦みたいにスリーバックにしてきてとか、スペイン代表のやり方、インサイドハーグ落ちたとか、ブスケツ落ちたとか、なんかそういう風にした時に、どう変えんのかな、みたいなね。そう、ブスケツ抑えてもペドリー降りてきたりとか、そういうのね、選手だけじゃ絶対作れないんですよね。日本代表レベルだといけんのかっていうと、それがいけなくて負けたのがアジアカップだから、アジアカップには森田秀正いなかったから、その辺ね、どうなんでしょうか。 え最後まで聞いてくれてありがとうございます。よかったらいいねチャンネル登録して帰ってください。また一緒にいろいろサッカー界の話を中心に喋りましょう。よろしくお願いしまバイバイ。